どうも、ネコスタ A です。今日のゲストは、今日も対談ですね。今日のゲストは、2割ぐらいの人は知らないかもしれないですけど、8割ぐらいの人はもう知ってるぐらいの超有名人待って、本当にハーレムの主任になったんでね、はい、アリア君です。アリアです、お願いします。ガチな話すると多分知ってる人少ないんじゃないかな、うん。まあ、ハーレムではもうね、結構中心的メンバーになってきてるんだけど、未経験で始めて、まあ、1年半ぐらいで主任に昇格したんですけど、めちゃくちゃ、まあ、ハーレムの基準ってグループの中でも超高いんですよ。僕もヒーヒー言いながら上がったぐらいなんで、それを1年半で、しかも1年経たないぐらいで1000万も売ってるし、はい、本当期待のハーレムのホープですよ。まあ、そんな彼と、まあ、今日対談なんですけど、個人的に一番気になるというか、おー嬉しい、それが一番変わってるなっていう、俺の中で変だなっていうアリアだったから、はい、でその独特な世界観がとか、その自分の中でのなんか芯みたいなのが強いイメージがあったから、まあ、だからこうやってねすぐ売れたんだろうし、変わらずブレずにいるのかなっていう、いやそういうのちょっといろいろ聞いていきたいなと思って、今日対談のね、あのお願いをしたっていう感じです。ありがとうございます。はい、お願いします。まずその変わってる感じのところはね、まあ、聞いていけたらいいなと思います。そんなに変わってないっすよ。なんかまずあの気になる人はストーリーとか見てほしいんですけど。ああ、インスタのストーリーを見てください、うん、ストーリーとか、まあ、その投稿はまああれかな。タトゥーとか好き？タトゥーめっちゃ入ってますね。そう、タトゥーが好きで、そのタトゥーもなかなか独特よね。はい、出しますか。あら、それは何、ブドウですか？これブドウとヘビですね。左腕が僕が飼ってるヘビの来たばっかりの時の手で、僕ワインが好きすぎてブドウ入れちゃったっていう。もうだから本当好きなものを入れるというね。そうですね。でそのまあちょっと2個ぐらい気になるの出たんですけど、はい、まあ、ワインが好きって言って、もともとね料理人なんだよね。そうです。めちゃくちゃ料理うまくて、そのストーリー見たらマジわかるんだけど料理も本当に美味しそうなんですよ。一からなんかね、なんかこうパスタもなんかよくわかんない。まあそうですね、こうなんか一からやるんだよね、なんかいろいろ。何から何まで。で、まあ、今言ってたようにヘビを飼ってると。はい。なんでヘビ飼い始めたの？小学生ぐらいの時から毒ヘビ捕まえて飼ってて。毒ヘビを飼ってた？ヤマカガシっていうのが僕の地元の福井県ではよくいるんですけど、うん、まあ、と捕まえて友達に投げたりとかしてたんで。それ毒ヘビやからさ、噛まれたらヤバいんでしょ？そうなんですよ。でもまあ大丈夫です、人間の方が強いんで。ひどいね。本当にひどいよ。アナコンダの映画があって、はいはい、はいはいはい、それで僕の性癖が開花したんですけど。何が開花した？性癖。性癖が開花したんだ。ほんとでっかいヘビに丸飲み、人間が丸飲みされてるのを見て、うん、最高じゃんと思って。もう分かるでしょ、変わってるっていう。何が今最高だったのか全然理解できないし。そう、大きいヘビを飼うっていうのがずっと目標だった、はいはい、夢だったんで。でっかいよね。でっかい、今2メートルちょっとぐらい。もっと大きくなると思うし、もっと大きいやつ買おうかなっていうのを悩んでるところです、うん。そうなんや、はい。ちょっとなんかでも、とりあえずなんかもうあれだな、今変な人っていうのをとりあえず聞こうみたいな感じになってるけど、うん、まずなんでホストやろうと思ったの？あ、でもそんな24歳の時に始めたんですけど、うん、24号ってターニングポイントというか、うん、24のうちにこう夜食は1回やってみたかったなっていうので、偶然そのイタリアンのシェフに、うん、やってみたいんですよねって言ったら、あのアイアムユリさんを紹介されて、うん、あ、そうなんや。偶然そのもともと働いてたお店のチーフさんだったんで、はいはい、他の対入とかも行かずに普通にハーレム一発に入って、うん、もうハーレムで始まりハーレムで終わろうかなと思って。なるほどね、はい、すごいね。なんか自分の中でもうこう決めてんの、ホストの終着点みたいな。あー、いや結構ふわっとはしてますけど、ピークでやめたいですね。まだ僕はピークじゃないと思ってるんで、はい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 、こっからもっと来るこうぶっちぎりのピークを迎えた時にやめようかなって。なるほど、はい、その年を知り切ってぐらいの感じで。そうですね。へえ。やっぱ料理とかやりたいんで、うんうん、そう、自分のお店やったりとかしたいんで、うん、もうでも出しちゃうもんね、もう今すぐ。一応出そうと思えば出せます、ね、ただまあピークを迎えたいんだ。そうです、そうです。はあ、はい、すごいね、はい、できたら食べに行くね。ぜひともお願いします。まあ、実際その1年半やってみて、はい、まあ、1000万も売れた主任にもなれた、はい、どう？まあ、なんだろう、すごく遠く感じてた壁を越えた時に、うんうん、ああ
俺ってまだまだだったんだなって気づかされるというか、こう成長すればするほど、うん、こうその先があって、下は加減はありますけど上限ってなくて、うん、やっぱもっとすごい人ってゴロゴロ環境にはいますし、うん、それを目指すってなると、まあ遠いなとは思いますね。十分だけどな、そのぐらい売れてたら。いやいやいや、26ぐらいの時に、はい、ハーレム、26か、26でハーレムに戻ったから俺は。ああ、なるほど。そう、一回辞めて、はい、ここからもう一回カンボスから1からだったから。うんうんうん、だから1年半で主任はすごいよ。いやいやいや、この目標は、その、なんていう、まあピークはまだ置いといて、はい、でも今年とか、まあ来年とかでもいいんだけど、まあ、一応、目標は、やっぱ分かりやすい、今の数字で言ったら奥行きたいですね。はい、現状ちょっとあんまり見えてないですけど、うん、目指そうと思えばまあ目指せるのかな。あとはどうですかね、今僕チームを持ってるんですけど、うん、僕のチームに入ってくれてる、僕の有安さんのチーム入りたいですって言ってくれてる子たちがこういい景色を見れるのをちょっと再現したいなっていうのはあります。いい先輩そうだね。いやいやいや、怒ったりするの？怒ったことないですね。でもそうだよね、怒らなさそうだもん、はい、怒り方わかんないんですよね。うわ、かっけえな。どうやってなんだろう、これダメ出しとかすんの？そのあー、でも普通にちゃんと営業後とかにも普通にこういうアドバイスとかできるところは言いますね、うん、あ、それよりはこうやった方がいいよみたいな感じで言うね。そうです、そうです。何それみたいに言っちゃう。よくやってたね、そんなこと。僕そういうの逆に言えないタイプです。あー、まあでも絶対そっちの方がいいよ。本当ですか？うん、なんか今の子ってやっぱこう優しい人についていきたいじゃん。あ、そうですね。だからめっちゃそれ意識して頑張ってるもん。だから多分めっちゃこの 1,2 年とかでめっちゃ変わったと思う俺。あ、本当ですか？うん、めちゃくちゃ優しくなったと思う。だから一番最初の印象と今の印象はちょっと違います。やっぱ違う？違います。ふわって柔らかくなっていますね。あの時の方がちょっとなんかあれ殺伐としてた。殺伐としてる風に僕は見えたんですけど、うん、実際関わってみると全然そんなことなくて。あ、なかった。そうですね。第一印象は大体怖いって言われるから、うん、基本おとなしく真顔でいることが多いから。あ、そう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 、そうなんです。なんかめっちゃ、はい、怖いって言われること多いかも、はい、あとそれでもって人見知りだから、あ、自分からあんま絡みに行けないから、はい、めっちゃ言われるね。そうか、やっぱそう思われてたのか。最後、はい、なんかあれば、なんかあればもうほら、こう指輪もそうやし、爪もね、なかなか これとこれとこれは僕が作ってます。あ、そうなんや、はい、今はやってないですけど、たまにこう個展開いたりとか。これもブドウだ。そう、これもこれもこれのシリーズでブドウのブローチとか あるんですけど、うん、今日はちょっとラフに。こういうの太もも結ばれてるし。こういうのね、うん、はい。まあなんだろう、こう普通のいわゆるホストではないと思うんですよ。うん、違うね。身なりも全然多分違うと思いますし、で会話の内容とかもなんか僕の好きな音楽だったりとか、うん、なんだろう、他の人にはないものばっかりの会話を中心にしているので、まあ、気になったらぜひ。まあなんか、はい、ちょっと普通に飽きたら、はい、いいんじゃないですかね。気になる方はぜひ、あのとりあえずストーリーから見始めてください。はい、アリア.harlem で出ますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。って感じで今日はハーレムの主任になった、はい、有谷君と、はい、対談させてもらいました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、はい、よろしくお願いします。お願いします。